こんにちは、すみやです。いよいよ木星シーズンがやってきました。昨日は土星とか木星とかライブ配信をしました。で、その後5倍のバローレンズを使って木星を撮影してみました。で、それを今日は画像処理をしていきたいと思います。どこまで高画質化できるか見ものですね。大赤斑が夜明け前によく見えてきましたので、それを高画質化していきたいと思います。それでは最後までご覧ください。どうぞ。それではまず立ち上げるのが ASI のビデオスタックです。で、このビデオスタックでやった方が非常に簡単なので、オートスタッカーともいいんですけれども、こっちの方がはるかに簡単なので、これでやっていきます。はい。レジスタックスを立ち上げます。はい。レジスタックスが立ち上がりました。はい。ファイルを読み込まなきゃいけないんですね。はい。ファイルはどこにあるかというと、P ドライブの、とりあえずこれでやってみようか。まずは RGB バランスを整えましょうか。ちょっと明るすぎるような気がするけど、まあいいか。はい。それで、6からいきますか。6をね、少しかなり強調しています。5もね、強調しています。あ、これ惑星だからこっちがいいな。ドロークは。ちょっとどぎついよね。僕は少なめ。大赤斑の色がすごい。ルオール、ちょっとどぎついね、これ。どぎつすぎるよね。ルオール、まあこれでいいか。これで保存しとくか。もう一つやってみるか。はい。それではこれをですね、読み込みます。二重じゃなく、これを画像高画質化でやってみましょう。ああ、なかなか面白いね。あ、でもなんか線が出てるね。やり直しだね。
15のやってみよう。これを。これちょっとやるとこんな感じでしょうか。なんか線が出るよね。なんか線が出てる。デュオール。なんか線が出てるね。スタックが失敗してんのか。まあいいや、これで保存しとこう。線が出てるよ。15。これだね。これを高画質化してみましょう。ああ、いい感じになったね。かなりどぎついけど、なかなか面白いね。アカンもあちこちにある。はい、これで書き出しておきましょう。15だよ。ちょっとここがのっぺりしてるけどね。ここもちょっとのっぺりしてるけどね。真ん中がくっきりしてるからまあいい。はい。こんな感じです。もっと大きくしようか。中心部だけくっきりして、周りがぼやっとしてるね。そこがちょっと、これの限界かもしれないね。まあ、しょうがないね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。